It's great to meet you guys. I loved both your films in the festival. Thank you very much. Drive My Car and Wheel of Fortune. But this interview is primarily about Drive My Car. Yeah. So I'd love to start off by asking what you think is important when adapting a story, whether any story or a Murakami story or channeling another voice. まあ、基本的に本当に文章と映像っていうのはもう全く別のメディアだし、そしてまあ文章が素晴らしいものであればあるほど、その文章自体を映像化するっていうことはまあすごくリスクがあるというか、まあ、基本的にはその読者の頭のイメージにまあ映像化したものが勝つっていうことはないっていうふうにまず思います。なのでその映像化するとき、まあ、優れた小説を映像化するときに大事なのは、おそらくまあ自分がその映画化したいって思った、まあ、その核みたいな部分っていうものは、まあ、自分の中できちんと持っておかなきゃいけないけれど、それをあくまでまあ映像にまあ翻訳するならどうするかっていうことを考え続けることだと思います。文章の後を追わないっていうことはとても大事なことだと。Yeah, definitely. Because when you're reading a book, you are almost a participant in that you imagine things based off of the feeling the writing is giving you. And then when you shoot something with a camera, it's so literal and concrete. Yes. まあ、ただ結果的にはその映像によっても、まあ、その参加型のもの、あの観客の想像力を引き出すっていうことはできるとは思っています。それはその映像のストーリーテリングっていうもの あの力だと思うんですけど、それはもっとあのやはり巧妙にやる必要があるとは思います。その映像っていうのは基本的にはあの、まあ、何かを示すメディアなので、何かここに欠けてるものがあるっていうことをそのストーリーテリングによって示し続けないと、まあ、観客は想像もできないし、あの、まあ、言ったような参加して、まあ、作品と一つに混じり合うような体験っていうものも起こらないので、あの映像の時はあるまあ、余白みたいなもの、想像力の余地みたいなものを作っておくっていうのがとても大事なことだと思います。You talk about working with your actors and the understanding you came to about the characters, because the performances in this film are so incredible. ありがとうございます。その、まあ、自分もその今回その役者さんたちの仕事っていうのは本当に素晴らしいと思っているので、あの言っていただいたことはとても嬉しいです。ありがとうございます。Thank you so much for saying that, because I personally think that the actors are doing a wonderful job in performing. So it's really great to hear you also say that. まあ重要な一番重要なのはまず本当にキャスティングをするっていうことで、まあ、本当にこれがその作品の成功の、まあ、7割から8割ぐらい左右しているような気がします。その役柄に合った人をちゃんと選ぶっていうことが、まあ、一番大事なことで、特にそのキャラクターの、まあ、人間性の部分、その演技力の、まあ、有無っていうことじゃなくて、そのキャラクターの、まあ、格の部分がちゃんとその役者さんとつながっているかっていうのが一番まず一番最初の大事な部分だと思います。で、まあ、実際にいやまあキャスティングがうまくいったとして、ただまあもちろんその演技をするっていうのはそんなに簡単なことではないので、まあ、いくつか準備が必要になると思います。で、その準備の一つとしてやってるのはまあ本読みっていう、最近は本読みっていうものです。もうあの無感情で、まあ、何度も何度もみんなであのそのシーンに出演してるみんなが集まって、まあ、何度も本読みをするっていうことをやってます。で、そのセリフをもう何度も口にして、もう自動的にセリフがあの口をついて出てくるぐらいのところまで行ったら、あの撮影現場に移るっていうようなことを最近はしてます。で、これは何でやってるかっていうと、基本的にはまあ役者さんがまあリラックスできるようにっていうことです。まあ、そのセリフを口にするっていうことに、まあ、全く不安がない状態であれば、まあ、それだけ他の相手役がやることに対して集中もできるし反応もできるっていうことがあるので、あのそういう役者さんにとって、まあ、演じることが安心できるような環境を作るっていうことがとても大事なことだと思います。 Earlier you talked about capturing the feeling in an adaptation, and obviously this short story had a major appeal for you, so I'm curious exactlyWhat that might be, because in a lot of your other work there are similar themes of characters playing roles for one another and kind of almost surrogate roles, characters who really need each other, which is also present in this story. Ah, but that's so, かもしれないですね。その自分がそのまあ脚本を書いていて、基本的なその脚本の書き方っていうのはもうキャラクター同士を話し合わせるっていうことです。で、キャラクター同士を話し合わせて、あの、まあ、自分自身があの一体この
キャラクターはどういうキャラクターなのかっていうことを少しずつ理解していくような感覚があります。で、まあ、中には相性のいいキャラクターっていうものがいて、その相性のいいキャラクターっていうものを話していくと、そのキャラクターがそれまで見せていなかった一面っていうものが見えてくるような時があります。で、この映画の中で言ったら、おそらく家福と美咲っていうのが、まあ、そういうキャラクターなんだというふうに思います。で、まあ、そういうキャラクターっていうのは自分で必ずしもコントロールできるものではなくって、そのキャラクターの行動原理をある程度想像しながら書いていった時に結構自然発生的に起こるっていう感覚があります。 And that's one way in which your film is participatory for the audience, because they're too a part of this conversation and being kind of drawn in to see a deeper level of the characters as it goes on. でも、まあ、きっとそうなんだろうなと思います。自分自身もその会話を書いている時っていうのは、まあ、どこに向かうかっていうことをはっきり分かっているわけではなくて、まあ、一言、まあ、書くたびに、あ、このキャラクターはこういうことを考えている、こういう人なんだっていうことを、まあ、思う。そしてこういうことを言う人であったら次はこういうことを言うかもしれないということを思う。で、まあ、時にはそれが、あ、間違ったなと思えば戻ったりもする。で、こういう過程が多分その観客にも起こるんじゃないかと思います。で、そういうことを考えていくうちに自然とそのキャラクターっていうものが実際の人間のように感じられるっていうことも起こるんじゃないかと思っていて、実際の人間のように感じられたら、まあ、観客は自分の日常的な想像力っていうものを使ってそのキャラクターと、あ、キャラクターを想像できるし、まあ、なんだったらそのキャラクターと混じり合っていくようなことが起きるんじゃないかっていうことは、自分の映画の、まあ、反応を見ながら思うことです。And what's an important takeaway from these last two films for you artistically? Is there one particular thing or several things that you've learned that really stuck with you? It's difficult. ことだと思います。まあ、例えば偶然と想像なんかはすごく長いリハーサル期間を経てやっているんですけれど、その時に、まあ、例えば、あ、本読みを長い時間やる、で、本読みをやりすぎると、あ、まあ、演技っていうものがちょっと疲れが出やすくなったり固まりやすくなったりする。一方でその本読みの時間が足りないと、まあ、演技が十分に発展しなかったりする。その勘どころみたいなものっていうのが、まあ、だんだん分かってくるっていう感じがします。で、それは本読みしているとき、その役者の声のトーンを聞きながらそれは感じることなんです。ある声のトーンまで達すれば、それは本番でもいいことが起きるし、ただその声のトーンに達するまで待てなければ本番の場面でいいことが起こらない。まあ、そういうなんか一個一個のジャッジの感覚っていうものを学んでいったっていう感覚が一番強いかもしれないです。Really interesting. Cool. Thanks. This is Eric from MyOnCinema.com. If you want to support us, subscribe below. For more reviews, interviews, film festival coverage from Sundance, Cannes, Toronto, you want to check out these guys on this side.